これがね、できるようになったんですよ。ああ、これはその、アナログで書いてる人が羨ましくなるようなやつ。ね、ちょっと待ってください。書き続けて大丈夫。はい、戻りました。はい。どうした？いや、今のね、戻りました。はいっていうやり取りって、僕が連載中にアシスタントさんとやってたやり取りですね。連載中にアシスタントさんともこうやってこう通話でつなぎながら、要は遠隔で在宅でやってもらってて、まあその人がねトイレ行く時とか同じ感じなんだ。そう、戻りましたって言われて、はい、はい、懐かしい。いいの見せましょうか。おお、そんなに大したあれじゃない。これほら、ベクターレイヤーの今作ったのが、こっちはラスターレイヤーなんで、こっちはベクターレイヤーで作って、交差する線の多いものを描くときとかは特にいいと思うんだよね。あー、なんとなく分かる気がする。あ、分かる。どうぞどうぞどうぞ。あー、これはその、アナログで書いてる人が羨ましくなるようなやつ。ああ、そうね。この消しゴムツールとベクター消去を交差点までにすると、こうね、はみ出たとこだけ消せるっていう。いいね。おお、消した。ああ、これは全部消した。これは本当にありがたい機能だな。そうね。そう、ただね、ベクターレイヤーってやっぱりこうちょっと僕は苦手だったんですよ、今まで。なんか若干なんか書く、うん、なんか テクスチャーっていうか。ああ、そうね、なんか違うね。うん、ちょっとこうぬるっとした感じで書けちゃうこともあったりするから、ちょっとまあ苦手だなと思ってたんだけど、うん、今ね、こうほらこれね、今透明で書くっていうことをしてるんだけど、あ、これがねできるようになったんですよ、最近。クリップスタジオ、最近なのかどうか知らないけど、俺が気づいたのが最近なんで。前はね、確かに昔なんかコビックスタジオの機能だったのかな、うん、そういうのができなかったね。そう、透明で消すってことができなくて、俺はやっぱそのラスターレイヤーでもペン入れの時でもその消しゴムって使わなくて、やっぱりこう透明で書くっていう風な感じで消してたんで、ちょっとベクター使いにくいなと思ってたんだけど。良くなってるんだ。そう、ベクターも消せちゃう。うん、じゃあもう少しアナログっぽくできてるから。そうね、ただ、まあ、依然としてこのベクターレイヤーにベタを塗ることはできないんです。ああ、確か。そう、あ、じゃあベクター使ってると必ずなんかレイヤーを分けなきゃいけない。そうそうそう、ベターレイヤー。あー、まあラスターでもね、線画と一緒にしてる人、まああんまり少ないかもしれない。俺はもうめんどくさいんで一緒にしちゃうけど。まあこれはその、あの、なんていうかな、怠けてる時に、うん、全部同じレイヤーでやりたいから。そうそう、というわけだね。うん、あとはその、ね、レイヤーをもう細かく分けすぎると、なんか思ったレイヤーじゃないレイヤーに書いちゃったりとかっていう事故がよく起きるんで、あんまり分けすぎるのもちょっとまあ管理がこう、ね、難しくなるというか。あれは悲しいな。そう、まあ、あと単純にね、レイヤーが増えるとデータが重くなるんで。ただでさえね、やっぱりトーンのレイヤーとか重いですからね。そうなんだ。うん、めちゃくちゃ増やすとやっぱり1ページって保存するのにめちゃくちゃ時間かかったりとか。あ、保存全然してなかった。そう、少し軽く、あの、どういうようなコンテンツをやってるか紹介していただけますか。はい、漫画家チャンネルという YouTube チャンネルを、プロの漫画家である僕が、いろいろ漫画にまつわるようなことをいろいろと、まあ、やってみたり語ってみたりする動画をね、いろいろ上げてるチャンネルがあるんで、まあ、よかったらそちらもね、ぜひ覗いてみてください。あとはドキドキチャンネルも登録お願いします。じゃあ川上さん、ありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございました。バイバイ。はい。